日本の皆さん、こんにちは。チュンチュンだよ。どうも、コーチンです。今のはね、台湾で大人気の某チアガールやったんですけども、可愛い顔とは裏腹にドスの効いた声がね、ギャップがあってすごい可愛いんですけども、まあ置いときましょう。そんなことはいいです。さあ、今日はリアタイでストレートに詰まってしまうという方必見の動画となっております。じゃあね、もっと具体的にこの動画を見ていただきたい方っていうのを明確にしておきますね。ズバリ、Android、iPhone 端末でリアタイ打率4割以上を目指している方っていう人を対象にした動画となっております。ちなみに僕なんですけども、iPhone12 を使用してまして、打率はまあ3割後半から4割ほどです。うまいとはまあ言えないんですけども、このこれから説明する方法を試したところ、まあ、4割を打てるようになりましたというところなんで、ぜひ参考にしていただければ幸いです。ではまずこの動画の結論から申し上げますね。タッチペンを使ってストレート待ちをしよう、まあこれだけなんですけども、この後具体的な説明と実践をやってまとめていきたいと思いますんで、最後までお願いします。まずタッチペンを使う意味としては、指でやるより格段に早くフェードにカーソルを合わせることができるからなんですよね。これあのヒットを打つ上で非常に重要なファクターとなっております。ファクターって、はい、Vロードをね、これ今 Vロードなんですけど、思い浮かべていただきたいんですけども、まずフェードにカーソルを合わせに行くじゃないですか。でそこから変化球やった場合、調整していく打ち方をするじゃないですか。これ V ロードでのバッティングって、まあ、大体6割7割打てるじゃないですかね。つまりこの V ロードでのバッティングに近づけるために、指より早くカーソル移動が可能なタッチペンは必須級だと僕は思ってます。ちなみに、僕は今この100均のこの今映像にあるタッチペンを使ってるんですけども、これ先端が平らになってて、角度がグリン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 動くんですよね。でこれまあ100均で買って、まあ、すぐ壊れるんでストック10本ぐらい持ってるんですけども、まあ100円なんでね、これなんぼあってもいいと思ってます。なんでね、これ大体の100均キャンドゥとかのね、100均で売ってますんで、ぜひお買い求めいただきたいなというふうに思ってます。何の宣伝やねん。このタッチペンだけでもすごく僕打率が上がったんですけども、やっぱり4割以上打つためにはもう1個とっても重要なことがありますよね。それがストレートに詰まらないこと。つまりストレートを常に待って変化球は反応で打ちましょうということなんですけども、ですよ、口で言うのは簡単なんですけど、これが難しいんですよね。あの実際にこの反応打ちとか言われてるんですけども、この要素の中には投手の変化量の把握とか、対戦相手の癖の把握であったり、読み打ちとかあるんですけども、それはまた別の動画で話せたらなと思ってます。ともあれ、まずはストレートに詰まらないことは絶対必要となってきますんで、練習をしていただきたいんですけども、以前にもね、僕ストレートの打ち方を動画にしていますので、ぜひ参考にしていただければと思うんですけども、ここでも簡単に説明しようと思います。はい、これ今ねちょっと止めてるんですけども、フェードはリアタイ仕様で、ピッチャーが千賀さんっていうシチュエーション、言えた？シチュエーションなんですけども、ピッチャーが足を上げて 1-2 でフェードがつくんですよね。で、フェードがついたらカーソルを持っていきつつ、それがストレートやったらバチンと打ちに行くっていう動画なんで、ちょっと見てください。千賀さんが足を上げて 1-2 でフェードがつく。ほんで打ちに行くっていう感じなんですけども、足を上げた直後 1-2 っていう風にカウントをして、ストレートやったらそのままバッて打ちに行くっていうイメージ。いきます。1-2 ストレート。じゃない。ワンテンポ間を置く。これをね、ひたすらこのタイミングを覚えてもらいたいんですよね、まずは。もう一回いきます。1-2でフェードつく。で、打ちに行く。まあ、俺、下手なんで失敗してますけど、まあ、こういうタイミングの取り方というか、フェードの出るタイミングを覚えていただくっていうのが非常に重要かなと。はい。早くてもいいんで、1-2でフェードつく。1-2でフェードつく。ね。こんな感じのタイミングを覚えてほしいんです。
じゃあね、最後にリアタイをやって、おさらいをしていこうかなというふうに思ってます。意識としてはストレートを待って、でタッチペンを使いながらね、もちろんタッチペンを使ってストレートを待つ、そういうことを頭に入れながらこの1試合やっていこうと思うんですけども、相手投手山本さんでしたね。山本由伸さんです。山本さんなんでがっつり、ツーシームを待つ、まあ、ツーシームというよりかは僕の場合はストレートを待つっていうスタイルですね。スタイルというか待ち方ですね。で変化球は反応を打ちっていう感じで、はい、これね、ちょっと一個言い忘れたんですけど、今って外角の環境ものすごい強いじゃないですか。外角はね、僕ねなんとなく流す練習今してるんですよ。で今たまたまうまくいきましたけれども、基本あの引っ張りで OK です。基本引っ張りで OK です。マジで引っ張れないのに流す、ほらこういうことになってしまうんですよ。引っ張れないくせに流そうなんてまだ思わなくていいと自分では思ってますけど、なんとなくそれもね、ずっとリアタイやってたら反応でね、こっちの外角に来た時ワンテンポ回おうっていう、それもまあ反応になってくるんですかね。こんな感じでね、外に来たらちょっとね遅れてしまうのが、まあたまたま良かっただけなんですけどね今のは。でも基本インコースのストレートを張るっていうイメージは変わってないです。今のも、ちょっとずつ遅れてきてるんですよね。だから良くないですよ。基本に戻りましょう。ストレート狙い、インコースのこの感じですよね。この感じが欲しいです。さあこの感じで待って打っていきたいですね。はい、来ました。これです。これを見せたかったんです。やっと見せれた。はい、インコースのストレートに張り散らかすというイメージで、でも外角来るとでインコース引っ張るっていう頭がすごい強いんで、あれを引っ張ってしまうっていう、まあこれでもね4割打てるんすよ。はい、はい、この後見せ場ほぼなかったんで、飛ばしてます。これで試合終了ですよね。はい、ありがとうございました。なんとかね勝てましたが、まあ普段こんな感じでリアタイをしてます。ストレート張っていこう。はい、ストレートにね詰まる方に向けた動画を作らせていただいたんですけども、ストレートに詰まる方っていうのは、フェードが出た時にカーソルをまだ持っていけてないっていう方が多いので、その対処としてタッチペンを使いましょうっていうのと、常にストレートを待って、ストレートが来た時に振り遅れない、振り負けないっていう気持ちの持ち、待ち方をしておきましょうっていう動画でした。まだね4割到達できてない方はぜひこれを参考にしてみたらいかがでしょうか。逆に言うと、ストレートを、まあ、高確率で打てるだけで変化球打てなくても4割は打てるんですよねと思いました。僕打ってみて変化球ほぼ打ってないというか、ストレートで打率稼いでるみたいなところはめっちゃ多いで、大きいです僕なんで、ストレートって一番来る球じゃないですか。そうでもないか。いやでも絶対試合中にストレートが来るんで、それをねパチンと弾き返せるようになれば4割はそんなに難しくないと思ってますんで、ぜひ参考にしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。